おはようございます、クルセルナです。はい、本日は10月30日ハロウィン前日ということで、ハロウィンメイクをやっていきたいと思います。今回やるハロウィンメイクがですね、 TikTok で見つけたメイクなんですけど、すごい可愛かったので私も挑戦してみようと思ってやることを決めました。このメイクの、普通のメイクの上からでもできる簡単でグロテスクすぎないっていうか、友達同士でやるのとかにちょうどいいメイクだと思うので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみよう。はい、シュッ。はい、では早速やっていきたいと思います。今ですね、私は普通のメイクをしている状態なんですけど、眉毛をちょっとだけ濃くしたいと思います。この眉毛の下のラインを意識して太くしていきます。そしたら眉毛の山、ここの山の部分もちょっときつめにします。はい、こんな感じです。そしたら次にアイメイクを足していきます。まずはアイシャドウはどんなものでもいいので、とりあえず赤っぽい色のアイシャドウを塗っていきます。今回使うのは MAC のアイシャドウ、デボーテッドトゥーチリっていう、このぐらい赤い色なんですけど、本当に何でも大丈夫です。赤系のアイシャドウなら結構目尻を跳ね上げる感じで描いていきます。で、これを下まぶたにも入れます。だいぶ今なんかヘビメタみたいな感じになってるんですけど、ハロウィンメイクって本当にさ、なんかやってみないとわかんないみたいなとこあるじゃん。正直こうやって目頭の方までしっかり入れます。こんな感じ。はい、とりあえずこんな感じで赤いアイシャドウで思いっきり跳ね上げます。じゃらーん。そうしましたら次にちょっと黒っぽい色っていうか、今回私はこのズーシーのスカラベのパレットのここの黒っぽい色を使うんですけど、アイシャドウパレットとかに入ってる締め色っぽい色だったら何でも大丈夫です。それをちょっと上から重ねて、もうちょっとダークな感じを出していきます。なんて言うんだろう、目尻側に出すイメージかな、目頭っていうよりは。はい、現段階ではちょっとロックバンドみたいになってるんですけど、次にですね、ちょっとシルバーっぽいアイシャドウのラメをアイホールに重ねていきます。今回私はこのちょっとね、海外のアイシャドウなんですけど、シルバーっぽいラメなら全然何でもオッケーです。はい、そうしましたら次にアイライナーを引いていきます。アイライナーもさっき跳ね上げたこの赤のラインに沿ってビュンと跳ね上げて引きます。このぐらい太く跳ね上げてください。はい、アイライナーを引くとこんな感じ。そしたら切開ラインもちょっとだけ引いていきます。はい、そしたら次にビューラーをしていきます。こんな感じで上下しっかりマスカラをしたら、コンシーラーをまつげに塗っていきます。これ使ってるのはザ・セムのチップコンシーラー 0.5 番です。多分ね、コンシーラーをそのまま塗るっていうよりは、こういうハケに一回取ってから塗る方が、なんて言うんだろう、ダマにならずにすごい綺麗に塗れると思います。はい、そうしましたらさっきのアイシャドウでこの口から目につながる線を描いていきます。
次、シェーディングとハイライトを入れていきます。このタイミングでハイライトも濃すぎるね。はい、ここでですね、いつもハイライトはここと鼻に入れるんですけど、今回はこの鼻にさっきここにも使った赤いアイシャドウを入れていきます。より一層ピエロ感が出ると思います。はい、そしたら次に赤リップを塗っていきます。使うリップはマックのチリです。ちょっとさ、リップの方がいいんじゃない。はい、そしたらこの線、この描いた線の上にパールを貼っていきます。はい、じゃじゃーん、シールを全部貼り終えました。そしたらちょっとひびが入ってる感じを表現したいので、さっきの赤いアイシャドウを細い筆に取って、ちょっとね、こう、なんていうんだろう、線を貼っていきます。はい、こんな感じでメイクは完成でーす。メイクが完成したので、今から着替えて髪の毛を縛りたいと思いまーす。はい、こんな感じでいかがでしょうか。じゃじゃじゃーん。はい、ということで今回私がしたハロウィンメイクはこのパールが可愛いペニーワイズでした。てれーん。どうですか？え、結構さ、良くない？初めてのあれに。どうでしょう？コスメのブランドとかも絶対にこのアイシャドウじゃなきゃダメとか、絶対にこのリップじゃなきゃダメっていうものがないので、お家にあるもので簡単にできるかなと思います。明日のハロウィン、お家でぜひやってみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。ハッピーハロウィン。